金本選手は高校時代野球で法政大学進学を目指していた。しかし、広陵高校の監督がセレクションの日程を間違えてしまい、セレクションを受けられず野球浪人することになった。広陵高校の監督から浪人制でも受けられると聞いて、金本選手は翌年の中央大学の野球セレクションを目指し、必死に練習していたが中央大学は現役生しか取らない方針だった。意気を、セレクションだけは受けられた金本選手だが、合否の連絡がなかったことで不安になり、中央大学の野球部マネージャーに連絡すると、そんなのとっくに断っていますと言われてしまった。金本選手は兄貴と言われているが、実は末っ子であり兄貴と呼ばれることに違和感があった。怪我に強く決していたいと言わない金本選手は2007年シーズンは、左膝半月板を損傷しながら31本塁打を放った。毎日激痛であったが成績を出して監督に使うしかないと、思わせていた。